はい、こんにちは。今日はですね、デザインのチュートリアルはちょっとお休みして、iPad の液晶の保護フィルムについて話していきたいと思います。で、今回買ったやつがこれですね、マイファクトリーっていう会社から出てる、なんて読むのかな、フィールディーか、フィールドかわからないんですけど、その名前のプロテクションフィルムです。で、デザインとかイラストとか漫画とかそういう iPad で絵を描く人に向けて作られたフィルムなんですけど、まあ描きやすくなるんですよね。Apple Pencilとの相性がすごくいい保護カバーになります。で、ペーパーライクって呼んだりするんですけど、まあいろんな会社から出てるうちの一つですね、マイファクトリーっていうところのやつを今回買ってみました。一応概要欄の方にもですね、リンク載っけておくので、よかったら見てみてください。でですね、今日はこれを貼っていきたいと思います。で、私貼るのすんごい苦手なんですけど、いつも誰かにお願いして貼ってもらったりしてるんですけど、今日はね、せっかくなんで貼っていきたいと思います。結構コメントでも保護シート何使ってるんですかって聞かれてるので、ちょっといい機会かなと思ってこんな動画を撮っております。で、ちなみにですね、今日もう一つ iPad Pro を用意してて、ちょっとこれ借り物なんですけど、これは違う、保護フィルムを貼ってます。で、それはクリアビューっていう会社かな、クリアビューっていうところから出てるペーパーライクの保護フィルムです。で、これ結構良くて、すごい気に入ってるんで、同じの2枚買おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、せっかくなんで試してみたいなと思って、で、今日はこの、マイファクトリーっていうところとクリアビューの、ペーパーライクの保護フィルムの、比較をしていきます。で、早速貼っていきたいんですけど、マイファクトリーもクリアビューもどっちもこの、クロスと、あとウェットシートと、あとホコリを取るシールっていう、この3点セットがどっちも入ってました。すごい親切ですね。でね、今ちょっとこの画面に白い線入っちゃったんですけど、これ撮影の時のミスなので、ちょっと気にしないでください。で、こんな風にざっくり拭いてですね、始めていきたいんですけど、私ね、これ今後ろにリングつけてるんですよ。実はこれ iPhone のリングをつけてます。多分ね、 iPhone のリングを iPad につけてるのは私だけだと思うんですけど、これね、めっちゃいいんですよ。なんでかっていうと、私カバーつけないんですよね。この薄いまま使いたいんですけど、この薄いまま使いたい時に持ち運びにくいんですよね。このどっかの角を持たなきゃいけないとか、両手で持たないといけないとか、片手で持ちにくいんですよ、すごく。で、あとね、立って皆さん絵描く時とかないですか？ないかな？で、立って描く時って描きにくいんですよ、すごい iPad で絵を描くの。でもね、このリングつけたら本当にどこでも絵が描けちゃうんですよね。だから私もう常に iPad がこう中指とくっついてる状態で仕事してます。iPad ユーザーでイラスト描く人とかね、ちょっと一回騙されたと思ってリングつけてみてください。めっちゃいいですよ。でですね、ちょっと話がそれちゃったんですけど、こっからね、気合い入れてシート貼っていきたいと思います。はい、こんな感じで、いい感じじゃないですかね。結構綺麗に貼れました。で、めっちゃ貼りにくかったですね。後ろにリングがついてる、プラス今 iPhone を上に設置して撮影してるんですけど、それが超邪魔で、めっちゃ貼りにくかったですね。もう後ろのリングとかめっちゃガタガタするんですよ、これ。もう失敗しましたね。でもまあまあ、ちょっと気泡入っちゃったんですけど、割と綺麗に貼れたかなと思います。
でね、このマイファクトリーのペーパーライクの保護フィルムなんですけど、めっちゃキワキワです。この iPad の画面に対してほぼ 100% 埋まる感じなんですよ。なんで、0.1 度角度ずれたらもうずれちゃう、はみ出ちゃうかなってぐらいな感じでしたね。クリアビューの保護フィルムの方はそんなことなかったんですけど、ちょっと余白が余るぐらいだったんですけど、もうこれはすごいキワキワです。でですね、ちょっと書き心地を試していきます。いつも使ってるプロクリエイトっていう追いかけアプリ使ってちょっとラインを書いてみます。でね、手で触った感じはすんごいザラザラします。なんかすごい硬い和紙を触ってるような感じかな。でね、アップルペンシルで書いた感じはすごいね、ヌルヌルするの。ヌルヌルする。でヌルヌルするっていうのは滑るとかじゃなくって、なんていうかな、吸着する感じ、吸着して書いてるような感じがする。ヌルヌルするのめっちゃ表現しにくいんだけど、でも第一印象はヌルヌルでした。でね、クリアビューの方の保護フィルム、これね、こっちは結構長い間使ってるんですけど、ずっと使ってて分からなかったんですけど、こっちでも私表面の感じザラザラしてるかなって思ってたんですよ。でも前ファクトリーの方に比べたら全然ツルツルしてる。本当に全然ね、なんていうかな、もともとの iPad の液晶画面に近いのはクリアビューです。でもっと紙、ザ紙って感じなのはマイファクトリーですね。でこっちの方がまあガラスの液晶に近い感じなので抵抗感は弱いんですよ。でマイファクトリーの方は抵抗が強い。もう超ザラザラしてるからね、なんていうかな、滑らなさすぎって言ってもいいかも。ちょっとね、硬すぎるなって私は印象を受けましたね。抵抗が強いの、抵抗強めです。で私はね、クリアビューの方が慣れてるっていうのもあるんで好きなんですけど、どういう人にマイファクトリーをおすすめするかっていうと、結構硬い紙でデッサンとかやってる人はマイファクトリーの方がいいと思います。超デッサン向きかなと思いました。なので悪くはない悪くはないです。で昔私美術高校に行ってて、その時にデッサンめっちゃやってたんですけど、なんでその時にこのマイファクトリーの iPad を渡されたらすんごいものを描く自信があるかな。なんで美大生とかはマイファクトリーでやってみてもいいんじゃないかなと思います。ただ私はね、デザインとか、まあイラスト、軽いイラストしか今は描かないんで、そういう人はクリアビューがおすすめですね。でちょっとね、抵抗が強すぎるんですよね。ノートとか書く人、グッドノートとかノータビリティ、ノートシェルフとか使ってる人もマイファクトリーおすすめしないです。クリアビューの方が絶対。そんな感じかな。参考になったかな。もしね、皆さんが使ってるペーパーライクのフィルムでここのおすすめだよっていうのがねあったら、ぜひ教えてほしいです。コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はマイファクトリーっていうペーパーライクフィルムのレビュー感想でした。また iPad 周りのですね、アクセサリー系の動画出せたらなと思ってるので、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。